はい、今日もあなたと薬匠天国、本日は6月11日、はい、火曜日、第2週のね収穫出荷日ということでございまして、さあ、はい、収穫をしなくてはいけないんですけど、今日からねもうほぼ夏野菜に変わってきます。ナス、ズッキーニなどがね本格的な初出荷、あと今から収穫しますけどね、そうめん、かぼちゃ、きゅうり、ピーマンとね夏野菜が出てまいりました。ここのこのかぼちゃはえらくこうなんか盛り上がってるけどね、不思議だよね、ベッドによって全然違うもんね。はい、ということでね、さあ収穫していくんですが、よいしょ、今日は暑いね。今日はこんな感じの快晴でありますけれども、来週がねいよいよ梅雨入りという感じですね。来週ずっと雨予報なので、この昨日ね太陽熱マルチやりましたけれども、どちらかというとね、だから今日太陽熱マルチ張ろうと思ったんですけど、パスしてね来週の雨を打たしてから太陽熱マルチということにちょっとね予定を切り替えてね、来週はもうずっと雨なんで、逆に言うとね雨の、あれ俺持ってきてないのか、来週は雨のね、ハウス仕事だったりね、だからナスの袋栽培の続きとかねやってみようと思いますね。いろいろ6月いっぱいはねちょっとそんな感じで調整しながら、今どんどんね、これからまだ6月末向けてね種まいたりいろいろしていくわけですけど、さあそうめんかぼちゃどの辺にありますか。ベッドの中心がどこ、ベッドがここじゃないもんね。あれあそこかこんだけあると、違う、ここか、ここがベッドの中心か、そう1番手2番手そうだよね。ってことはこの辺の下にあればいいけど、どうですかね。よいしょ、はいはいね、ぼちぼちなってきてはおりますが、この辺まだちっちゃいね。よいしょ、まだまだねこれからガンガンなっていくと思いますので、ちょっと今日は本当は早いですよね。もうちょっと置いた方がいいんですけどね、もうどんどん取っていって早出しをしていくのが我が農園のやり方でございまして、はい、よいしょ、へくらせ、へいよ、ちょいと気持ち的にねあれですね、このつるぼけっぽい感じではありますかね。おそらくこの伸びた先にもうちょっと実がつきそうですけど、今日はね本当に一番手の収穫なので、まあ取ってみないと分かんないですからね、何でもそうなんですけど、どうですかね。よいしょ、よいしょ、よくらせ、ちょっと混み合っちゃいましたね。よいしょ、はいはい、そうめんかぼちゃの初収穫ということでね、よいしょ、今年はどうでしょうか。去年もね、去年はあれか、早生のね栗かぼちゃが調子良かったですけどね、今年は早生の栗かぼちゃはねちょっとパスしちゃいましたんで、かぼちゃばっかちょっとね作りすぎかなと思ってね、はい、お客様のことを考えてね、うちはもうかぼちゃ11ヶ月とか本当に出していくので、あんまりねこのなんて言ったらいいんでしょうねえあれかなとよいしょ思いましてね、よいしょね、こうやって新しくできるのとちょっと古いのとこうやってなってね、古いのから取っていきます、こうやってね、はい、よっこらせ、はい、どこにありますか、どこにありますか、
この下にあるね。はい、よいしょ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 、はい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 、よーらさ、よいしょ、へいへい、へいへい、へいです。はい、ね、もう多分来週ぐらいからボンゴボンゴね、いわゆる私がよく言うところのね、鈴なりにかぼちゃが実がなるっていう状況をボンゴボンゴ実がなるというふうにね、私は言っているわけですけれども、多分大丈夫ですね。おそらくボンゴボンゴ実がなりますね。よいしょ。かぼちゃはね、これまた一発勝負なんでね、出来がいい時もありゃ悪い時、去年は大爆発、多分去年はね暑かったんですよね。天候がね本当にずっと暑さがね続いたので、去年はずっとしばらくねかぼちゃ取れましたけど、さあ今年はどうですか。今のところね、そんなに気温が上がってないんですけど、あそこにあるね、入っていくのが大変ね。よいしょ、はい、気づけばなってるんですよね、そうめんかぼちゃねとてもね作りやすいかぼちゃなのでね、もう一声、よいしょ、はい、これでまだ半分いってないですもんね。はい、まずまずだと思います。もう1コンテナぐらい持ってこなきゃいけないかな。よし、そんなに慌ててね取らなくてもね、こうやって今1週間に1回ぐらいね、こうやって取っていけば十分にね間に合いますので、まだまだね一斉収穫とかとは全然先ですから。よいしょ、よいしょ、よこらせ。かぼちゃってこうやってつるを踏まない方がいいんですか私は30年間ただの一度も気にしたことないんですけどはい、ボンゴボンゴなってますね。はい、ボンゴボンゴ、はい、いい大きさです。よこらせ。よし、あと 1,2 個で十分かな。よいしょ、あんまり重いとね運ぶのが大変でね。はい、いよいよね、今日が6月11日、まあまあですね、まあ一応予定通りですね。6月入ってからね取れればいいので。ズッキーニが遅れましたけれども、ね、ズッキーニはできればね5月の半ばぐらいに、来年はねハウスで作りたいと思ってますから、おそらくこれも予定通りですね。まあまあこうやってね、ようやく3年でこういろいろこうね、ようやく形になるんですよ。やっぱり3年最低でも3年かかるんですね。まだだから細かいところはね調整いっぱいする必要はありますけれども、これで大丈夫かな。ねえ、よいしょ、はい、とりあえず今日はこれで重たい運ぶのがねよいしょ、よいしょ、まだまだねどん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 できてきます。よいしょ、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 ねえねえねえ、おいおいおい、はいはい、きゅうりね、今度はきゅうり取りましょうか。ちょっと汚いな、はあ、はあ、よくです。多分きゅうりはちょっとねボンゴボンゴできてると思いますので、これまたね、
はい。しんど。ちょっと先週からね、体調が思わしくなくてね、ここ連日ね、寝れないんですよね、うまくね。寝ないとやっぱりね、体力落ちてきますんで。なぜ寝れないんですか？ストレスです。農業の世界に入って本当に本当にあの何の心配もなくぐっすり眠れるっていう夜は、まあ僕はほとんど体験がないですね。はい、体験がございませんね。性がございません。そういう仕事でございますね。よいしょ、ここで一回切るか。今日は風がないね、暑いだからね。はい、ということで、今年ね、冬にね、あそこにテラスを作る簡単なキッチンね、調理場を作って、そこで調理動画ね、料理動画を配信できたらなっていうのが一つと、ここにね、レイズベッドを作るね。で、そのレイズベッドの土はこの土使いますんでね、土はいくらでもあるので、はい結構金かかりますね。おそらくここでレイズベッドはまあね、木材買ってきてはめ込んでやるんで、そんなあれですけど、あそこのねテラスをどうするかですね。あんまりね、大業にはしたくないんで、でも屋根作ってね、あのこうちょっとこじゃれた感じにはしたいんですよね。うん、言うのは簡単ですやってる時間とね、で限られた時間ね、限られた資金ね、そこに何百万も突っ込むわけにはないんでね。何百万、100万だったらトラクター1台買った方がいいわけですよ、ね。なのでね、なんとか2、30万でできれば全然 OK ですけど、ね、手間をかけちゃうとね、あの手間と、まあ、時間もね、そんなに、だから正直3日でできればいいんですけど、3日じゃ多分できないよね、基礎から入れてね。基礎ってもそんなコンクリート打つわけじゃないんで、まあその辺もね、簡単にポコポコとやりたいんですけどね。はい、まあそういうのはね、今年の冬の楽しみにとっておいてね。はい、そんな感じで。はい、で今日はね、ナスも取りますんで、後でね。はいはい、ということで今日はね、撮影してあげないと。そうめんかぼちゃね、向こうが初収穫で、初出荷でございます。お客様、今日からね、かぼちゃが入ります。今日6月ですよね。はい、お客様、いつまで続くんですか、かぼちゃの出荷。6、7、8、9、10、11、12、12、1、2、3、4、ね、手を変え品を変え、多分あんまりと去年はね、すごく調子良かったので途切れなかったと思いますけどね。これからかぼちゃが一品ね、来年の3月4月ね、4月の頭までいけるかな、もしかしたらね。今年雪化粧かぼちゃね、ちょっと増やしてますのでね、かぼちゃがね一品、こうやって6月からね、来年の3月4月までね一品、いろんな手を変え品を変えね、かぼちゃ入っていきますのでね。まずは1番手、はい、そうめんかぼちゃの出荷からスタートいたします。はいはい、よろしくです。